ガボン航空参事は1993年4月27日にサッカーザンビア代表の選手らを乗せたザンビア空軍の輸送機がガボンの首都リーブルビルの空港を離陸直後に大西洋上に墜落した航空事故である。この事故により乗客と乗員合わせて30人全員が死亡した。1964年10月24日に独立したザンビアは ケネスカウンダ大統領のもと、1969年に国の経済活動の基盤となる同工業の国有化に乗り出し外資系企業の株式の過半数を取得して新たに2社の鉱山会社として再編し、2社を国営工業開発公社の参加に置いた。同の国際価格が世界的に高水準を維持していたことを受けて、ザンビア経済は拡強を停止。 1960年代後半から1970年代前半にかけて年平均経済成長率は10.6%を記録した。カウンダ大統領は公共を背景にサッカー代表チームの強化を命じ、国営鉱山会社から賄われる強化費や給与によって選手の多くは生活が保障された。彼らはカウンダ大統領のイニシャルにちなんで KK-11 と呼ばれていた。一方、1970年代半ばに入ると、同価格の暴落や石油危機などにより、経済成長率が低下。1980年代に入った後も、経済状況は改善せず、国民の不満は高まりを見せていた。カウンダ大統領は1991年に、従来の一等戦支配から、 複数政党制に移行し総選挙を実施することを発表。10月の大統領選挙で対立候補のフレデリック・チルバに大差で破れ職務から退いた。チルバ政権の下では国営企業の民営化や公務員数の削減などの経済政策が進められていた。ザンビア代表はアフリカの競合チームの一つで1988年のソウルオリンピックでは グループリーグでイタリア代表やグアテマラ代表を破り、グループリーグ首位で準々決勝進出を果たした。準々決勝では西ドイツに敗れたものの、この大会での活躍はザンビア代表の存在を世界中にアピールしアルジェリアやモロッコやカメルーンに次ぐアフリカの新勢力として認知された。 その中でもイタリア戦でのハットトリックを含め6得点を挙げたエースストライカーのカルシャ・ブワルヤーは同年にアフリカ年間最優秀選手賞を受賞し翌1989年にオランダの PSV アイントホーフェンへ移籍した一方チルバス政権による経済政策の転換により国営鉱山会社からの資金援助が受けられなくなり慢性的に 資金難の状態にあったザンビアサッカー協会の下では選手の待遇も劣化し遠征費費用の捻出が困難な場合はザンビア空軍に依頼し老朽化した軍用機を借り受けて遠征する他なかった1992年から始まった 1994FIFA ワールドカップアフリカ予選では一時予選 a 組で1位となり最終予選進出を果たし 1993年4月から始まる最終予選ではモロッコ代表とセネガル代表と同じグループとなった。3チームでホームアウェイ方式のリーグ戦が行われ、1位で勝ち抜いたチームが翌年にアメリカ合衆国で開催されるワールドカップへ出場することになっていた。AF-319 機の飛行ルートで、 ハビランドカナダ社製の DHC-5 バッファロー型 KF-319 は1975年に初飛行を行ったが1992年12月21日から1993年4月21日までの5ヶ月間機体は使用されていなかったセネガルに向けて出発前の4月22日と4月26日に 試験飛行が行われた際に、エンジン内部の数カ所に異常が発見されたが、飛行は予定通りに行われた。一行は1993年5月2日に、セネガルのダカールで行われる、セネガル代表戦に出場するため、首都のルサカから、ザンビア空軍に所属する同期に乗り一路、セネガルへと向かった。その際、今後共和国のブラザビル、 ガボンのリーブルビル、コートジボワールのアビジャンの3カ所で給油を行い、目的地へ向かう予定だった。なお、今後共和国側から、軍用機が領空に侵入することについて難色を示されたため、飛行ルートを変更して、直接ガボンへと向かったとする資料もある。 二つ目の給油地であるリーブルビルの国際空港で給油と休憩を済ませ1時間45分後の22時44分に離陸した。その数分後に左エンジンが故障し機体は推進力を失いリーブルビル空港の沖合500メートルの地点に墜落した。この事故によりザンビア代表の選手18人と 監督とスタッフ、乗組員5人の合計30人全員が死亡した。AF-319 は軍用機であるため更新内容や飛行状況を記録するブラックボックスが設置されておらず、ガボン空軍による調査は難航した。リーブルビル国際空港の航空管制官と事故機との更新内容に異常を知らせるものはなく、 事故機を操縦した経験のあるザンビア空軍のパイロットや製造元のデハビラント社も事故機に問題はなかったと主張した。2003年11月にガボン国防省による調査結果が公表され AF-319 機の左エンジンの欠陥を避難する内容となった。事故の直接原因としては 機体の状態を知らせるインジケーターランプの劣化状態が操縦士の誤操作を誘発させ正常に機能している右エンジンを停止させたために飛行機は全ての水力を失い墜落したと結論付けたまた操縦士は飛行前日にモーリシャスから帰還したばかりであり疲労状態にあったことも明らかになった一方ザンビア政府による 航空事故の完全な報告書は公表されておらず、遺族らは政府に対して報告書を公表するように、働きかけを行っている。ルサカにある犠牲者の慰霊碑この飛行機事故により選手、指導者、関係者、記者、搭乗員を合わせて30人が犠牲となった。この中には、ザンビアサッカー協会会長のマイケル・ムワペ、モスクワ五輪代表メンバーで、監督のゴッドフリーチタル。 ゴールキーパーのデイビッド・オチャガラやミッドフィールダーのダービー・マキンカをはじめとしたソウル・ゴリーン代表メンバーの6人、1992年にザンビア年間最優秀若手選手賞に選ばれたモーゼス・チクワ・ラクワ・ララが含まれていた。代表メンバーのうち、フォワードのカルシャ・ブワルヤは、オランダから直接セネガルへ向かい代表チームと合流する予定だったため、 ミッドフィールダーのチャールズ・ムソンダは所属クラブの RSC ・アンデル・レヒトが怪我から復帰したばかりのムソンダの招集を拒否したために難を逃れた。この事故により5月2日に予定されていた試合は8月7日に延期された。ザンビア代表は18人の選手を失ったものの被害を免れたブワルヤを中心に国内外でプレーする選手を招集して新たに 代表チームを再編し、ワールドカップ予選へ挑んだ。この時期からスタジアムでは弾丸を意味する、チポロポロという応援歌が歌われるようになり、代表チームの愛称も従来の、KK11 から、チポロポロと呼ばれるようになった。予選は3試合を終えた時点で、ザンビアが、首位に立ち、2位のモロッコ代表との最終戦での、直接対決で勝つか引き分けるかで、 ワールドカップ出場が決まる条件だった。しかし10月10日に敵地のカサブランカで行われた試合は0から1で、敗れ、勝ち点1の差で、ワールドカップ出場を逃した。翌1994年に、チュニジアで行われた、アフリカネーションズカップ1994では、決勝進出を果たし、ナイジェリア代表と接戦を演じたが1から2で敗れ、準優勝となった。 1996年に南アフリカ共和国で行われたアフリカネーションズカップ1996では3位入賞を果たすとエースのブワルヤはこの大会で5得点を挙げる活躍により得点王となった。しかしその後はアフリカネーションズカップで上位進出することはなくワールドカップ予選においても予選敗退が続くなど低迷期に入った。 ザンビアとガボンの間では自己調査をめぐって異恨が残り、両国間の国民感情も悪化した。1993年10月10日に行われたワールドカップ出場をかけた試合の出身を担当したのがガボン出身の審判員ということもあり、この試合でザンビアが敗れるとガボン出身の審判員により不正が行われたとして、ザンビアサッカー協会から 国際サッカー連盟に対し再試合を求める要請が行われたが FIFA はこれを却下。試合の結果に不満を持つファンによる抗議デモが行われたほか、副大統領のレビームアナワサは陰謀が行われたとする演説を行った。これらの経緯からザンビア国内では相手を侮辱する言葉としてガボンという単語が使用されるようになった。ザンビア政府は2002年5月、 事故により亡くなった選手や関係者の遺族に対し400万ドルの保証金を支払うことを発表した。400万ドルの金額は選手たちが32歳まで現役を続けていたと仮定し、その間に得られた所得を考慮し算出されたものだった。また、保証金には選手らが55歳までコーチとして活動したであろうとの仮定に基づいた潜在的収入を含まれている。 2012年にガボンと赤道ギニアの2カ国で開催されたアフリカネーションズカップ2012においてザンビア代表は1994年大会以来18年ぶりに決勝進出を果たしコートジボワール代表と対戦することになった2月9日にザンビアサッカー協会会長のカルシャブワルヤやザンビア代表の選手らが 事故現場に近いリーブルビルの浜辺を訪れ犠牲者を追悼し、式典に参加した、ブワルヤ会長は次のように語った。我々が決勝戦の地である、リーブルビルにいるのは偶然ではなく、チームが最善を尽くした結果である。しかし、19年前にこの地で亡くなった仲間たちが、我々に力を貸してくれたのだと私は信じている。 ザンビアに優勝カップを持ち帰ることはなくなった彼らの夢であり我々の夢でもある。唯一の違いは我々は生き続け我らの仲間はもはやここに存在しないということだ。死者の魂が永遠の眠りにつけるようそして我々の夢が叶うように神に勝利と勇気を与えてくれるように祈っている。カルシャ・ブワルヤ2月12日に行われた 決勝戦は両チーム無得点のまま決着がつかず、PK 戦の末にザンビア代表がコートジボワール代表を下し大会初優勝を果たした。ありがとうございます。